シエラレオネのダイヤモンド鉱山の交付紛争鉱物、紛争ダイヤモンド紛争ダイヤモンドとはシエラレオネなど内戦地域で産出されるダイヤモンドをはじめとした宝石類のうち紛争当事者の資金源となっているもの。ち塗られたダイヤモンド、汚れたダイヤモンド、戦争ダイヤモンドとも呼ばれる。ダイヤモンドなどの宝石は国際市場で高値で取引される。 産出国にとっては貴重な外貨獲得資源となるが、その産出国が内戦など紛争地域だと、その国は輸出したダイヤモンドなど宝石類で得た外貨を武器の購入に充てるため、内戦が長期化及び深刻化することになる。特に反政府組織はこれら鉱物資源による外貨獲得とそれによる武器購入を広く言っている。その際には、 罪のない人々を採掘に区役させることから人道上も大きな問題がある。これら内戦の早期集結を実現するには内戦当時国の外貨獲得手段を奪うのが有力な手立てであり国際社会はそれに取り組むべきだとされる。内戦当時国に外貨が流れ込まないようにするために内戦国から算出するダイヤモンドなどを紛争ダイヤモンドと定義し 関係業界はそれらを取引の対象外にすることが求められている。冷戦時代は東西両陣営が自陣営の味方となる反政府組織に武器を無償供与していたためにこのような問題は起こらなかった。冷戦終結後に特に東側からの武器供与が打ち切られたために反政府組織は武器商人から武器を買わなければならなくなった。そこでダイヤなどの宝石産出国の 反政府組織は武器の代金を確保するために宝石鉱山を占領、制圧して宝石を採掘して売るようになった。なお、武器は対立する組織双方に売られており、これがさらなる紛争の激化、生活レベルの低下をもたらしている。この生活レベルの低下は鉱山労働者の賃金をさらに下げ、宝石価格の低下につながっている。このように欧米諸国は 武器の販売及び連鎖な宝石の購入の双方で莫大な利益を上げてきた。アンゴラは1975年にポルトガルから独立したがアンゴラ解放人民運動派とアンゴラ全面独立民族同盟派に分かれ内戦に突入した。内戦中、ダイヤモンドは反乱軍の財政を支えるために取引された。このため国際連合安全保障理事会は 1998年6月12日のアンポリ決議1173でダイヤモンド金融をもってアンゴラに制裁を課した。これは国連がダイヤモンドが紛争の財政に寄与していることを示した初めての決議だった。1990年代、総生産の20%は禁止された目的に15%は事実上紛争に寄与していたと考えられている。 ワールドダイヤモンドカウンシルは1999年までに違法ダイヤモンド貿易は世界全体の生産量の3.06%まで減少されたと推定し2004年にはほぼ1%にまで減少したと発表したアンゴラ内戦は後に集結し現在はアンゴラとのダイヤモンド取引は合法1999年8年間の内戦後 シエラ・レオネ政府と革命統一戦線の間で交渉が行われ、終戦、全戦闘員の武装解除、挙国一致政府の樹立を定めたロメ合意が結ばれるに至った。国連と西アフリカ諸国経済共同体が合意の形成に貢献した。百九十九年十月二十二日の国連安保理決議二百七十で国際連合安全保障理事会は、 双方が合意を実施できるような状況を作れるように支援する国際連合シエラレオネ派遣団を設置した。その後、2000年2月7日の決議1289でアナムゼルは職員の数と実行する職務を増やし、同5月19日の決議1299でアナムゼルは1万名を超える国際連合平和維持活動となった。不法なダイヤモンドが シエラレオネの紛争を激化させる役割を果たしているのを受け、国連アンポリは2000年7月5日、決議1306号により、シエラレオネからの直接、間接を問わず、認証を通さない、シエラレオネ政府管理外のダイヤ原石輸入を禁止した。武器禁輸と反政府組織関係者の海外渡航禁止は、 すでに1998年6月5日時点で実施されている。2000年7月31日と8月1日にかけ、シエラレオネに関するアンポリ決議第1132号を受けて設立されたアンポリ委員会の議長であるアンワルル・カリムチョードリー・バングラデシュ国連大使が初めての国連アンポリによる公聴会を取り仕切った。公聴会には国家だけでなく、 地域組織、非政府組織、ダイヤモンド産業、関係する専門家たちが出席した。公聴会によって、不法なシエラレオネのダイヤモンド取引と武器や関連物資の取引がリンクしていることが明らかにされた。また、持続可能で規定を守れるシエラレオネのダイヤモンド産業を開発する方法についても話し合われた。決議1306により、 2000年8月2日に国連事務総長は専門家小委員会を設けた。小委員会の目的は武器金融違反とダイヤモンド取引と武器と関連物資取引のつながりに関する可能性を示す情報を集めること、武器金融違反が疑われる飛行機を探知することを目的とした西アフリカ地域の航空管制システムの適正化を考えること、そして 武器とダイヤモンド金融を強化する方法の観察と推薦を2000年10月3日までに国連安全保障理事会に報告することだった。マーティン・チューモン・アヤホーが省委員会の議長に任命された。他、アタバウ・ボディアン、ヨハン・ペリマン、ハルジット・シン・サンリュー、イアン・スマイリーがメンバーに選ばれた。省委員会は2000年12月19日報告書を 国連安全保障理事会に送った。2001年1月25日、第4264回の国連安全保障理事会で、専門省委員会の報告書について話し合われた。1989年から2003年にかけて、リベリアは内戦に明け暮れていた。シエラレオネのルフによる反乱を武器供与及び、軍事訓練の両面で支援していたため、2000年には、 リベリア大統領、チャールズ・テイラーを国連が非難した。続く2001年には、リベリアのダイヤモンド取引に国連によって制裁が加えられた。2003年、テイラーは大統領職を追われた上、ナイジェリアに追放され、その後はハーグで後半中の身になっている。2006年7月21日、 テーラーは人道に対する罪と戦争犯罪に関して無罪を主張している。リベリアは現在平和になり後方のダイヤモンド採掘産業を建設しようとしている。国連も制裁を解除し、リベリアは現在キンバリープロセスのメンバーである。コートジボワールは1990年代に小規模のダイヤモンド採掘産業の開発を開始した。 1999年に政府がクーデターで転覆し内戦が始まった。以来、コートジボワールはリベリアと内戦で進んでいたシエラレオネからのダイヤモンド輸出ルートとなり、海外からの投資はコートジボワールから離れ始めた。不法取引を減少させるため、政府はダイヤモンドすべての採掘を中止し、国連アンポリが2005年12月に コートジボワールからのすべてのダイヤモンド輸出禁止を決定した。今後民主共和国は1990年代に内戦に明け暮れ、長らく苦しんできたが、キンバリープロセスのメンバーになり、世界の約8%のダイヤモンドを輸出している。デビアス社は今後民主共和国の加盟を手放しで喜んだ。キンバリープロセス以前、内戦が激化していた1990年代。 はじめから中盤までの間に完璧な D カラー200カラットのダイヤモンドミレニアムスターが発見され、その際デビアス社が購入している。今後共和国は2004年に国連の制裁を課された。公式なダイヤモンド採掘産業がないにもかかわらず、あまりに多くのダイヤモンドを輸出し、その産出元が明記されていないことが制裁の理由になっている。 国連は1998年に初めて紛争ダイヤモンドを戦争資金のもとになっていると指摘したが、ダイヤモンドの原産地を認証する制度を策定するために会議を招集したのはダイヤモンド産業側だった。2000年5月、南部アフリカのダイヤモンド生産国は南アフリカのキンバリーで会合を開き、紛争ダイヤモンドの取引を停止でき、ダイヤモンドを購入する人が、 そのダイヤが暴力に加担していないものかを確かめることができる方法を策定した。2000年7月19日、世界ダイヤモンド会議がアントウェルペンで開催され、ダイヤモンド産業が紛争ダイヤモンドを防ぐための能力を強化する決議を採択した。決議は、ダイヤモンドの輸出輸入における認証システムを求め、全ての国に対し、 公式に封印されたダイヤモンドのパッケージのみを受け入れる法の成立を求め、すべての国に紛争ダイヤモンドを移送したすべてのものを、刑に処すことを求めた。また、この決議により、紛争ダイヤモンド取引を行ったとされるすべての、個人を、世界に24ある、世界ダイヤモンド取引所連盟の、ダイヤモンド取引所から締め出すことになった。二千一年一月十七日、 1>, 1月18日、ダイヤモンド産業の関係者は会合を開き、新しい組織ワールドダイヤモンドカウンシルを作った。この新体制は、すべてのダイヤモンドの出所が、紛争と関係のないものであると認証する新しいプロセスの走りとなった。KPCS は2002年3月13日に国連によって承認を与えられた。そして、政府、ダイヤモンド会社、 NGO の2年の交渉の結果、2002年11月に、キンバリープロセス認証制度が採択された。キンバリープロセスの最大の弱点は、その監視方法にある。どの国でも、キンバリープロセスの組織の長に手紙を送るだけで、メンバーになることができる。つまり、キンバリープロセスの水準に合うかどうかに関係なく、メンバーになることができる。要求を守らない国が、 キンバリープロセスのメンバーであるということは、まだ紛争ダイヤモンドがこのプロセスをすり抜けていることを意味している。キンバリー機構は、各国にダイヤモンドの輸出入と取引高の記録を義務づけることで、各国政府の透明性を強化している。2001年1月8日、退任直前のクリントン大統領は、国連決議にこうして、 シエラレオネからのダイヤ原石金融の大統領令13,914を発令した。また、2001年5月22日、国連がシエラレオネからのダイヤ原石の抜け道となっていると名指しした、リベリアからのダイヤ原石金融の大統領令13,213が、就任間もないブッシュ大統領により署名された。合衆国議会は、 2003年4月25日クリーンダイヤモンド取引法を制定2003年6月29日大統領令13,312として発令された。これはダイヤモンド最大の消費地である合衆国内でのキンバリープロセス認証制度の実効化を狙ったもので、この中で合衆国はダイヤモンド絡みの紛争根絶に対する責務を負っており、 この法制化がその少佐であると歌っている。1990年代、カナダ北部でダイヤモンドが多く埋蔵されている地域が発見され、カナダはダイヤモンド産業のキープレイヤーの一つとなった。カナダは国内でダイヤモンドが発見される前からアフリカの貧困対策などを支援する多くの活動に参加してきた。パートナーシップアフリカカナダはアフリカの危機に対応するため、 1986年に作られた。この団体は合法なダイヤモンド産業を常態化し改善するダイヤモンドディベロップメントイニシアティブズの一端を担っている。キンバリープロセスが2000年5月に南アフリカで始まった時、カナダはダイヤモンド原石の輸出入と輸送に対処する紛争ダイヤモンド取引を防止する法律をいくつか通過させるなど、 キンバリープロセスを通過させるための主だった、支援者だった。2002年12月、ダイヤモンド原石輸出入法は、カナダ議会を通過した。この議員立法は、カナダを経由するダイヤモンド原石輸送、輸出入の管理システムとして作用している。また、キンバリープロセスは、ダイヤモンド原石認証のために最低限、要求される項目であり、すべてのダイヤモンド輸送にも、 認証が必要であるとしている。この認証制度は、カナダ認証と呼ばれ、現場の職員が、同法の必要項目に合わないすべてのダイヤモンドを没収する権限を与えている。欧州連合は、その構成国の多くが、急走四国であった歴史的背景もあって、開発援助を通じて、多くのアフリカ諸国と密接な関係にある。2001年、EU 内の経済、社会、 そして、環境政策を担当する機関 EC は、第三世界諸国内における紛争回避を目的としたプログラムの4項目にわたる運用指針を採択した。紛争原因に対して EU 機関が連携して、プログラムのより効果的な運用を図ること。ダイヤモンドや消火器の密輸のような紛争の火種を立つため、より効果的な対策を探ること。 迅速な対応を胸とすべきこと、EU 諸国にとどまらない国際的な連携を目指すこと。このプログラムは2001年6月、ヨーテボリ武力紛争防止プログラムとして発行することとなるが、この中で平和的な手段による紛争回避こそ共通外交、安全保障政策や欧州安全、保障防衛政策の目的にかなうとしている。アメリカでは、 映画、ブラッドダイヤモンドやラッパーのカニエ・ウェストが、自らの楽曲、ダイヤモンドは永遠にでこの問題を取り上げたほか、日本ではテレビ番組、クローズアップ現代で取り上げられた。紛争フリーダイヤモンドは、得た利益を、いかなる戦争にも使用せず、倫理的な環境で採掘されたダイヤモンドを言う。採掘から消費者に届くまでの間、流通過程の全てが、 追跡可能であるもののみが紛争フリーダイヤモンドとなる。紛争フリーダイヤモンドは現在でも清潔なダイヤモンドとして国際ダイヤモンド市場で売られている。事前事業への寄付で購入されるコンフリクトフリーなダイヤモンドはコンフリクトニュートラルとして知られている。紛争ダイヤモンドの最近の成長はダイヤモンドの販売や課金を適正な事前活動に寄付するという 紛争中立的な考え方の入り口になった。コンフリクトニュートラルという団体が寄付先を登録し始め、3分の2がグローバル、ウィットネスとアムネスティ・インターナショナル、赤十字に分けられ、残りが他の事前活動に分けられている。ダイヤモンド鉱山を個人的に所有するセネガル出身のカシュエーコンは、紛争ダイヤモンドは存在しないという個人的意見を公に述べている。 しかし、後に紛争ダイヤモンドの存在を認め、自身が紛争ダイヤモンドの使用を避けることに、専念しているアフリカ鉱山の部分所有者であると発言した。鈴石、コルタンや金などについてもしばしば紛争ダイヤモンドと同じ方法で売られている。もう一つの関連した問題は、シエラレオネの子供たちを働かせてダイヤモンドの採掘をさせることや、 インドの子供たちにダイヤモンドを磨かせることである。朝鮮民主主義人民共和国の政治犯、収容所において子供が炭鉱強制労働に従事させられているとして日本の非政府組織が金融を呼びかけている。類似した現象として武装勢力が麻薬等の違法薬物の密造と密売によって軍資金を得ることもある。例えばコロンビアのコロンビア革命軍は コカの栽培とコカインの生成を行っており、これを密輸して多額の利益を得ているほか、コロンビア国内のコカインカルテルとも協力関係にある。また、アフガニスタンを中心とする黄金の三日月地帯では、ソ連撤退後に起こった内戦以降、ムジャーヒディーンの核派閥やターリバーンなどが、消しの栽培とアヘンの生成を軍資金稼ぎに利用しており、2007年には、 世界のアヘンの82%がアフガニスタンで生産されたとも言われる。朝鮮民主主義人民共和国のように国際的に承認された国家が武器その他を購入するための外貨を稼ぐために政府の管理下のもとに覚醒剤の密造と密売を行っているケースもある。ありがとうございます。